はい、じゃあ最後はですね、皆さんそれぞれのチームに共通のテーマについて、その中で違ったお題が出てきますので、まずは共通のテーマはこちらになります。偽偉人伝を作ろうというわけで、この大喜利の回答をまあ言ってこう集めていって、偽の偉人伝を作っていくためにまあいろんな大喜利をしていってもらいます。では皆さん、まずチーム塾講師のお題はこちらになります。なんて名前で何をした人ですかって感じです。また次のチームは偽偉人伝を作ろうで、まあなんか違う内容でのお題になります。ではお願いいたします。どうぞ。なんて名前で何をした人ですかと、名前とやったことをお答えくださいと。はい、じゃあ佐々木さん行きましょう。偽偉人伝を作ろう、なんて名前で何をした人ですか。ふざわ農名、あのアルフォートを輸入した人。そりゃ素晴らしいあんなうまい菓子入れてくれたんやから、そりゃ偉いわ。なんて名前で何をした人ですか。人間にその見てらんないという概念を生み出したユッティ。うわ、そうか。そういえば他では感じたことなかったかもしれんな。そうか。なんて名前で何をした人ですか。初めて J-POP の歌詞の中に大人たちは言うけれどっていう歌詞を採用したうねじまうねさん。存じ上げないです。おんのがほんまに胸じま胸大人たちは言うけど、確かに今になってよく聞く歌詞ですけどね。なんて名前で何をした人ですか。斬新すぎるヘアスタイルで幕府より先に全国の美容師たちの心を開国させたあのマッシュペリーマッシュペリーペリーペリーとは、ま、なんかすごいな。マッシュペリー、なんて名前で何をした人ですか。大木戸博士っていう船舶免許を作った人。免許を作ったよ。そっちなんや。ポケモンの開発した偉人はないんや。船舶免許であの人は広まってんねや。意外やね。いや、分からんとこでてっきりポケモンや思ってた。なんて名前で何をした人ですか。スプーンを開発したスクイダゼルリーさん。もうゼリー用やん、もうゼルリー、もうゼルリーって名前からもうゼリーのために作ったやん、それ。これ食べやすいもん作りたいな。で、なんて名前で何をした人ですか。あのクチバシティに住んでるマチスっていう人なんですけど、人類で最初にメガネ率高ってそれを言った人なんや、初めてそれを言った人なんや。そうなん、みんな思ってたけど言わんかったよね。なんて名前で何をした人ですか。あのトランポリンを発明したジャンピちゃん。あ、プーでええのよ。プーでジャンピじゃなくてプーでええの。何なのよ。すごいな。なんて名前で何をした人ですか。初めて海外から手紙を書いたレッツゴー絵はがきちゃん。すごい、三兄弟の末っ子みたいな、なんかいいですね、絵はがき。よいしょ。なんて名前で何をした人ですか。初めてお蕎麦をこう打って麺の形にした人。スナキュウ。嘘。そんな名前な。お蕎麦あんな、スナキュウなんてやつが作ったの。もっとなんかさ、ロサンジンみたいな人がよかったな。なんて名前で何をした人ですか。あの松本人志さんっていう方なんですけど、あの最初はチキンライスでいいやなのに、最後にチキンライスがいいやっていう風に変えて、あの歌詞を変えることによって感動的な作詞をうわ、お笑いよりな、そっちの方で一個違うだけで確かに気持ちって変わるなっていうのはほんまやわ。なんて名前で何をした人ですか。人間界にマグマを持ち込んだシータゾルゲ。何のシータシータって、いや、マグマ持ち込んだって何だ。マグマは何や持ち込んだって、それ。なんて名前で何をした人ですか。
日本で初めて温泉旅館を作った人ですね、はいはい、そしてだ電磁波メロン嫌やってだからあんな風情があるもんなんでそんなメロンなんてやつそしてだってないやほんとにそれ細田で最後ですかね。なんて名前で何をした人ですか。あのみんなずっと噛んでるだけだったハイチュウを初めて飲み込んだゴクリさんうわそれで飲み込もうとゴクリになったんやあれ食べたらあかん思ってたんやどれに採用し、まあ、皆さんで決めてもらった方がいいかな。ここまで一人、一人決めてもう覚えてないよジャンピちゃんジャンピちゃん、マウスリーを開発した人、ジャンピちゃん皆さん、だ次のチームか、まあ、コンバさん、コンバさん決めます。うん、全然保証できないですけどシータゾルゲーシータゾルゲマグマを持ち込んだマグマを持ち込んだってシータゾルゲー何